ドイツのミュンヘンで開幕したミュンヘン安全保障会議で17日、ドイツとフランスの首脳らがロシアの侵攻を受けるウクライナの反転攻勢に向け、各国に軍事支援の強化を訴えましたフランスのマクロン大統領はミュンヘン安全保障会議でロシアの侵攻は失敗に終わらなければならないと訴えウクライナ軍が反転攻勢に出られるように 私たちは絶対に支援を強化しなければならないと表明しましたまたドイツのショルツ首相も最善の支援と戦争の拡大防止との間でバランスを取り続けていくと強調しましたこうした中中国外交トップの王毅共産党政治局員が17日ドイツのショルツ首相やベアヤーボック外相と会談しウクライナ情勢をめぐり 中国は和解と対話を促すことに注力していると述べたと、中国の外務省がきょう発表しました。